水曜バンジー浅井企画プレゼン空行けプッシュマン、イエッ。さあ始まりました空行けプッシュマン。この番組は毎週2人の浅井企画若手芸人が登場、楽しいトークをしながら放送をお聞きの皆さんに浅井企画若手芸人のことをより深く知っていただこうという番組でございます。今回お送りするのは私、横浜ヘテロ改め横浜新村です。そして、うん、横浜ヘテロ改め横浜神中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてこの番組は、はい、浅井企画の若手コンビが2週連続で出演いたします。前回と今回の2週は、うん、我々横浜の2人が担当します。よろしくお願いします。 うん、そして我々2人以外でもう1人、はい、この番組内でたまに聞こえる声の持ち主、番組の見届け人、作家のコンさんです。よろしくお願いします。お願いします。気合入ってます。今日も気合入っております。はい、ありがとうございました。押し上げの東京スカイツリー近くの、俺の部分読むなお前、さっきからよ。ちょいちょい俺の部分読み上がってこら。いいよ読んで。読むよ、だって新村って書いてあるんだから。分かったよ。押し上げの東京スカイツリー近くのワロップスタジオより45分間の生放送をお送りいたします。初めの30分間は無料放送、うん、そして残りの15分間は番組有料会員だけが聞くことができるエクストラタイムとなっております。となっつってんのお前。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでございますね。いやー、コンさん、はい、見に来ていただきましたけれども、ようやく僕たち単独ライブ終わりましたよ。A のね、はい、単独ライブが今なんか謎の声があのまあ後で分かるんですけど、まあ一人いるんですよ、もう一人ブースにね。この3人以外でね、まあ声聞こえても今のうちはまあちょっとシカトしといてもらってね、後でちゃんと紹介しますからね。ブース内に入れたのが間違いでしたかね。間違いでしたね。外に出しとけばよかったかな。直前でその出番の時だけで入れりゃよかったね。うっせえし、ほら変な感じになっちゃったよ。これ伝わってんのかな。あって言ったんですけど、まあ、ただヒントとして、まあ、このブース内には今日は3人じゃなくて4人いるっていうことだけど、なんか笑い声とか聞こえたらそうなんだなと思っておいてください。気持ち悪い感じになっちゃった。そうですね、この後ゲストいますよって言わなきゃいけないのにね、もう分かっちゃいましたね。今週は番組後半でゲストも登場します。そうです。 CM の後いよいよスタートでございます。お楽しみに。マキの捨ててこ言っちゃったよ。